しだけね涼しくなって、過ごしやすくなってきましたね。というかもう朝とか夜とかは結構もうなんか涼しいなーって、ちょい寒だなーって思う日も増えてきました。あれだよね、でも昼間は結構こう歩いたりお天気良かったりすると暑くって、やっぱりねこの季節の変わり目っていうのはいろいろ大変だなって思います。なんかほらちゃんと調節しようと思って、何枚も服を持って歩くのも大変だしね。かといって今ほらねまだまだコロナも流行っているから、うかつに風邪とかひいたりうかつにくしゃみとかしたりとかしたら、なんかこう いろいろとこう、なんかなんていうかね大変なことがあるからね、皆さん本当に気をいつも以上に気をつけて、過ごしてくださいね。なんだかんだで9月ももうやろうと思っていたんだけど、どうにもなんかバタバタしてて、なんでこんなに忙しかったのかわかんないんだけど、そして今日もすごく変な時間になっちゃって、もうなんかでももうどうにかしてこう9月のうちに一つくらいメッセージ出したいなと思って、今撮っています、ということでですね、この間ね投稿した動画で、今年の思い出とか、ゆっかにゃんに話してほしいこととかっていうのをコメント欄に書いてくださいっていう風にしてお願いしたら、結構優しい皆さんが書いてくださったので、今日はせっかく書いていただいた今年の思い出の方を紹介していきたいなと思っています。全員ねできたらね読みたいなっていう気分は気分なのですが、まあそれもなかなか難しいので、とりあえず今回は、いくつかねピックアップして、読ませていただこうと思っています。はい、まず長岡月美さんかな、からのコメントで、夏を終わってほしくない、今年の夏の思い出は8月誕生日で家族や友達から誕生日プレゼントをもらったことです、ということで、いい思い出よかったね。それから誕生日おめでとうございました。山野さんからいただいたコメントは、今年じゃなく小学生の時の夏の思い出ですが、小学生の夏休みの時に入ってた部活の顧問が学校にお願いしてプール掃除をやる代わりに、夏休み中は学校のプールを部活で貸し切りで使わせてもらったのはいい思い出ということですね。掃除大変だったけどいい思い出だったりっていうね、コメント書いていただいて、そうなんかあれもちろんその部活のみんなでっていうのもきっと楽しいだろうし、私もなんかそれもそうだけど、きっとこうプール掃除をするっていうシチュエーションってなんか結構それ自体が特別な感じしません？なんかなんていうのかな、普通に生きていたらって変だけど、そんな巨大なものを何かメンテナンスするとかっていうことって、大人になってこう仕事で何か携わるとあるけど、こう子供の頃に何か巨大な規模の何かをするっていうのって、それ自体がなんかとっても、なんか楽しいような気がします。皆さんはいかがでしょうか。ということで、夏の思い出聞けてとても嬉しかったです。なんかまたこんな感じでこういただいたコメントとみたいな、またね、を少しずつ拾っていきつつ、お話とかしていけたらいいなと思うので、せっかくなのでですね、コメント欄で、話してほしいこととか、いわゆるラジオって言ったら普通オタ的なものとかね、そういうのとか書いていただければと思います。その基本的には多分その募集しますっていうものの一番新しいところのコメント欄に、書いていただければなって思います。もしちょっと拾いきれていなかったり、こう
なんていうのかな、スタッフの取りまとめてもらう時期の問題で、拾いきれてない時もあるかもしれないので、そういう時は同じ文章でも構わないので、採用されてない方の話ね、同じ文章でも構わないので、一番新しいところの、募集しているムービーのコメント欄にぜひ書いていただければなって思います。それでは今日もありがとう。それではね、またね。フロムゆかな。こんばんは。お久しぶりです。ちょっとなんかタブレットを、ちょっとスタッフが落としてしまって、なんかそしたら液晶を変えたんだけど、なんかインカメラの色とかがなんかおかしくて、これフィルターとかかけてるんじゃないんですけど、なんかこういうどうなんかね、最初汚れてたりするのかなと思ったんだけど、もう割れた影響の何かみたいで、これがこれ以上治らないので、ちょっと今回ちょっとだけね、久しぶりなので、メッセージ出したいなと思っています。はい、ということで、最近ぬいぐるみの、映像で、おしゃべりというのを、いくつか出しているのですが、少しずつね、手の方も良くなってきて、少しずつお化粧なんかもできるようになってきたりしたので、またね、少しずつ再開していければなって思っています。いつも楽しみにしてくださっている皆さん、ありがとうございます。また何か、アイディアだけはあって、やりたいことは結構あるので、またね、ちょっとずつやっていきたいなと思います。それではね、バイバイ。指動くようになったよ。